はい、では行きますね。さあ、またロード画面のキャラクターを見てみよう。ほっ、あ、ヤンヤン。おう、演武ですね、演武。はあ、しゅ、肩ってやつですね。空手っぽいな、なんかカンフー、見た目カンフーですけど動きは空手っぽかった。よっしゃ、では行きましょう。バブリルの塔、また多分やっぱりな、お宝が多分結構あると思うんで、お宝も回収しつつ、黒魔法、あー結構いけるな。あー MP がでかい、ありがてー。でも防御、お、いいね。そういうこと、斧ってそういうことな。じゃあ高烈でもいいのか。じゃあ今の布陣で問題ないということですね。うわ、斧でかいな。カインは絶対後ろで、もう間違いない、確定しましたね。これで前にする意味が全くない。そう、もっといいもんくれや。エーテル、音かっこいいな。ナイスナイス。よし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 、アタック、よし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 。これはこのパーティーはなかなか強いぞ。おー、今までになく手応えがあるというか、バランスがいいですね。よし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 、これはいい。まあ、アタッカー3人っていうのはでかい。やっぱり魔法に頼らなくても敵が削れるっていうのはね、非常に大きいですね。おじいちゃんに頼る必要がなくなったら。リリアが麻痺させてくれてんのか、すごいな。リディアは結構美人になったでしょ、これ。しかもいい子そうやし。ローザほどなんかちょっとあざとくない感じが好きなんですけど。グリーンベレー。ヤンかな?ヤンの帽子かな?はい。黒トカゲ、あーこれか。祈りは届かない時もあるんですけど、まあ MP 使わないんで、とりあえず毎ターン使っておけば基本はそれでいいと思います。まあ、実質のリゼネのような感じ。パターン的にそうかなと思った。え、なに侵入者確認中、侵入者確認中。警報鳴った、警報鳴った。うわー、変なの出た。ストーンゴーレム。ビーム。ストーンゴールもやばそうやな。おっとっとっと、強いよ。結構強いよ。はい。どうしよう。どうしよう。まずこいつ倒すか。
ジャンプで奥いっとかせての、うわ、来たね。よし、よし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 、ドアストーンゴーレムさんを、うわあ、めっちゃ効いた。何かが効いた。氷の槍。うわ、欲しいな。77からの、うわ、強い、強え。じゃあもう変えるしかないよね。これでいきます。先制と言いつつ先制させてくれないこの塩。わ、強い強い、役に立ちますわ。毒混乱、はいはいはい、強い。ちょっとセシルの立場がないな。セシルの立場が全くないですね。めちゃくちゃ強いわ、カイン。僕としては嬉しいことですけども。カイン擁護派の僕としては。よし、いっか。強っ、超強い。よしよし、メデューサの矢、多分石化の矢でしょうね。はい、猫の爪、猫の爪、あー、どうやろ、猫、猫地獄でいいのかな。じゃあ猫地獄でいいのかな。もうまたや、またやんか。もうそっち一応確認するか。セーブかな。あ、魔物っぽい。いけるか。またや。さあ、どんなやつが来る？どんなやつが来る？あれ、ドラゴン使えへんくなってる。ヒマイラ。おっと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 。うわ、強っ。あれ、リリア、ドラゴン、あっと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 、ドラゴン使えなくなっちゃってます。よし、うわ、出た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 。よっしゃよっしゃ、やっとこれでセシルも、セシルも強くなったかもしれない。アイスブランド。おーし。まあ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 。めちゃくちゃ強くなったということでもないですけど。まあそこそこ。くっ。早いよ、攻撃。おーし、おーし、おーし、おーし。強い、強い、強い。十分ですね。ヤンがもう一つ。
ヤンはね、正直、多分氷の爪つけたらあれぐらい出ると思うんですけど、単純にあいつに氷が効いてるだけっていう可能性は高いので。待ってよ、もう。いろいろあるな。あっちも行っとかないと。まあいいや、とりあえず先進んで後で戻ってきますわ。もう、取りっぱぐれたくないので、割とこの、まああるんですよ。いろいろロープレによっても、ん？どういうこと？あ、もう持てへんってこと？ああ、そう。アイテムが。うわ、そういうことですか。はい。アイテム整頓しておかないと。あと一つしか入らない。しゃあないですね。ラッキー。当たってた。何の話でしたっけ？あ、そうそうそう。結構あるんですよってことね。その、ロープレによってかなり、宝箱の重要度っていうのが結構違うということが分かってきまして、まあ僕もかなり、ここ最近、ロープレイばかりを、ファミコンのロープレイ、を中心にロープレイをかなりやりましたんで、だいたいそのイメージはついてきたんですけど、重要なその武器とかが一切入ってないっていうゲームもあるんですよね、宝箱に。宝箱経由では、その強い武器とかが、を取らせないというか、宝箱にそこまでの権威を持たせてないっていうパターンが結構多い。そういうゲームも結構あるんですよ。で、まあ、それに対して、この、今回の FF4 みたいに、宝箱ばっかりこの強い武器が入っちゃってるっていうパターンもある。で、こういう宝箱ばっかり入ってるのがほぼ確の時はですね、もう、取らないと絶対にやばい。例えばアイスブランドとか取り逃してたら、また多分もうボス戦とかできついんで、そういうことを考えると、まあ火のルビカンテですからね、ボスはルビ、もう火の言っちゃってるんで、多分氷が効くのは間違いないですから。おっと、リディアが回復しきってないね。まあいいか。まあ、まだまだもう一回ぐらいセーブポイントあると思うんで、問題なし。ルビカンテはね、まあ強いですね。強いですけど、多分氷ががっつり効くんで、マント的なものをね、マント的なものを身にまとってるはずなんですよ。そのマント的なものが、をこう、カッとこう、さっ、ファッとしとるときは、何も効かなかったか、むしろ氷が吸収されたか、どちらか。マント的なことになっとるときはちょっと待たないと。ドアッセイ！一発か。マジか。強いね。あ、間違えた。早く。倒しちゃおう。倒しちゃおう。
さい。お帰りなさい。あ、物やろね。さあ、今回は何がもらえるか。ラッキー当たった。これはもう氷バリキキですよ多分。ほら、アイスアーマーありがとうございます。よし、はい、もう次々と装備が手に入るもんな。こいつらは魔法じゃないとあかんパターンっぽいな。召喚できますか。ホワイトウーンズ、ね、打撃は効かないですね。どうなの。うわー、めっちゃ効く。よしよし、成功。くっくっ、ミディアさんが危ない。かばってくれますからね。よし、リリアの HP が低いのよな。ローザはだいぶ上がってきたんですけどね。トトトトト、いいですね、このね FF4 はね、まだね、芝とかのね権威が結構強いんですよね。芝とかでももうずっと終盤まで使っていける感じなんですよね。これがね5以降ぐらいになるともう芝とかイフリートって後半はなかなか火力不足で使えなくなっちゃったりするんですけど、4ぐらいまでですね、本当にずっと使えるの。あれ、ボス来てもた。これあれ？嫌やな、この感じ。鍵がかかってる。ハイポーション。鍵を先に取ってくるってことか？どっち？セーブポイントかな。おいおい、こいつ雑魚で出てくんのか。なんだあなたは、強いのか。よし、よしよしよし。ローズ早くケアルダー覚えないですかね。ケアルラーじゃなくてケアルダーを覚えてくれたらめちゃくちゃ楽になるんやけど。
あ、そうそう、忘れてたけど、ちょっと魔法の並び替えっていうのをやってみたいと思います。お、いけるね。これめちゃくちゃ便利やわ。特に白ね。エアルラ、エスナあたりを。あとは、スローでしょ、レイズでしょ、必要なものは、こんなもんですね。あ、スロープロテス。これ便利。リディアの場合は、バイオ、サンダガーとかが、そのうち来ますんで。あ、ドラゴンあった。あ、タイタンもある。よし。オッケーかな、セーブ。今回はメモリーカード。もうさ、鼻がグズグズなってるんで。で、鼻かも。はい。よし、ゴー。いいね。美味しい経験値ですね。ただ、リディアしかほぼ倒せないのはちょっと辛い。一発で固まらなければなんとかなる。うわー、効く。効きますなー。よし、セシルレベルアップ。先制させてもらってんねんからもう。そう、いけ、よし、リディアレベルアップお願いします。エーテルドライに、こいつらはもう余裕。うわー、2000で倒せへんのか。はい、終わった。はい、手に届かなかった。ふう、そう、リディアの体力課題っすな。先制攻撃させてよ。あの石化は4段階ぐらいですかね。1段階で足、こんで腰、体ぐらいまで行って、セル覚えた。いいやん、セル。で、次頭まで行ってるけども、多分まだ固まらずに、と、来た。最終的に、
固まると。さあ、ボスですね、多分ね。ムルビカンって間違いないので、装備は氷系でいいんですけど、スローかけたらもう一射精で攻め込もうかな。よし、行きます。あれ、博士的なやつがいるけど。ルビカンテさん、まあ、お気をつけて。案ずるな。忍術とやらを使うエブラーナの城はすでに落ちた。留守は預けたぞ。あれ？戦わないのかい？あらら、ルビカンテどっか行ったかな？ドクターワイリー、どないしてん、おい。どないしてん、情緒不安定やん。いやいやいや、ゴルベーサ様もルビカンテもおらん。わしが最高責任者だ。変なおじいさん。しっ。そこにおるのは誰だ。しまった。貴様、シシル、いつの間に。ルビカンテはいまい。お前に俺たちが倒せるかな？キーン、馬鹿にするでないわ。四天王には加われなかったとはいえ、ゴルベーザ様のブレインと言われるこのルゲイエ。このバブイの塔はわしのメンツにかけて守るわ。笑わせるな。なんでこんなカインは舐めてるんですかね。うぬぬ、このルゲイエの生み出した三円の息子貴様らの首をいただいてやるわ。バルナバと博士。行け、バルナバ、コテンパンするのだ。うがぁ。この音やから、あー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 あああ。はいはい。これちょっと小ネタも挟みつく。よし、お前のパワーを見せてやれ。サンダー的なことかな。博士に攻撃すればいいんですかね。油が切れてはいかん。治療。うがー。とりあえず博士メインでいいかな。聞いてる聞いてる。よし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 。博士を撃破。ちょ、弱いやん。まあまあ、2段階目があるんでしょ、どうせ。油くれ。油くれ。自爆、あー。いやー寝た。己よくも、わしの本当の怖さを思い知れ。ここからがスタートね。本当の恐怖を見せてやる。ちょっと待って。死んではんねん、一人。変身。お、毒ガス。ドクター。全員ドクター、綺麗に。睡眠ガス。ガサーやな、こいつ。いや、もう戦った方がいいっすよね。あまり気にせずガンガン行きましょうか。スローだけかけておいて。治療？誰が治療してくれた今。あれ？今誰が治療したん？なんかよくわかんないですけど。治療された。へい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 。スロー入ったか。うわ、急に強いやんか。もう
フリーと言ってます。治療、ありがとうございます。あいつがしてくれてんのか。わけわからんな、もう。どういうことやねん。いたー。聞いてる、聞いてる。こいつは余裕やな。はっきり言って。ほら、楽勝です。楽勝すぎるわ。ルゲイエの鍵。持っていけねえ。もう、あ、これでいいか。いやいやいや、このバブルの塔は大地を貫き地上と地底を結んでおる。クリスタルはすでにルビカンテが地上へ移した。ドワーフはわしの作った巨大砲で全滅じゃ。いやいやいや。その笑い方やめアホ。ドワーフさんたちがやられちゃう。巨大砲とやらを破壊せんと。もう。読んじゃった。この奥は別に何もないかな？鍵開けるのは間違いないですからね。あった、やってもた。いやー、ちょっと待って待って、おかしいおかしい、早すぎる早すぎる。ちょっと待って、怒りよった、めっちゃ怒りよった。ちょっと待って待って、嘘やろ。うわうわうわ、めっちゃ怒りよった。早い早い早い、バグったバグった。早すぎるから待ってよ。あかんわこれ、こんなバグったあかんわ。待て中年、これよし。今絶対おかしかった。ああ、怖。たまにああいうね、なんか暴走があるんですよね。もうアクティブとか関係ないぐらいの速さで、ガンガン来られるから。さすがに戸惑うわ。何もない？これは何もないね。じゃあ戻りますよ。倒しきれへんかな。よし、OK。よし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 、リディアのレベルアップは嬉しいですよ。ルート合ってますよね。あったかよ。よし、こいつは弱い。こいつは弱い。よっしゃ。ルビカンテも楽勝やと思うんですよね。ちょっと待って、セーブしてきてないな。あれ、セーブポイントスルーしてきたな。ちょっと待ってくださいね、戻ります。もうこいつ暴走やわ。あかんて、もう。あ、怖。
どこが先制攻撃やねんこれ。早い早早っ、連続行動。あいつクイック使いか、恐ろしい速さ。まあボスとかでもそうなんですけどもね、スローを入れないともうそもそも話にならんっていうね、そういうバランスですから、戦闘スピードマックス状態っていうのはこっちがどんなに最速で行動してももう不可能ですからね。よいしょ。はい。ではコテージ、今回はコテージ貼ります。コテージ貼ってじゃあセーブして、で次の動画に行きますのでお願いします。